島から始めよう。福島から始めようきびたんが福島県産の美味しいものを紹介。きびたんコンシェルジュ。今回紹介するのは福島県南会津町で作られている南郷トマトです。ここでは風土を生かしたトマト作りが50年にわたって続けられています。きびたん、早速トマトを収穫しているところへ行ってみましょう。南郷トマトの収穫時期は7月下旬から10月下旬。最盛期を迎えると農家の皆さんは大忙しです。あれ、きびたん、トマトが青いまま収穫されているよ。これね、お客さんのところに届く頃合いを見てこの青さで揉むんだよ。なるほど。きびたん、これ食うか。ここは標高が高くて昼と夜の気温の差が大きいから身の締まった美味しいトマトができんだよ。よいしょ。よし、じゃあきびたん、選果場に行くか。続いてやってきたのはトマトの選果場です。ここでは傷や大きさなど品質を検査し、いくつもの工程をクリアしたトマトだけが南郷トマトとして出荷されています。さらに放射性物質検査も行われ、安心安全なトマトが出荷されるように管理されています。うわー、夏なのに雪がたくさん。これは雪室っつって、この雪で冷やすから高品質でより美味しいトマトをお客さんに届けることできんだよ。へえ、雪独特のしっとりとした冷気がトマトの美味しさを保つんですね。節電にもなるし、とってもエコですね。きびたんの耳寄り情報。大人気の南郷トマトジュース、旬の美味しさがたっぷり詰まっています。ここでしかできない南郷トマト、これからもずっと守っていきっちいな。南会津の豊かな自然と雪国ならではの知恵が育んだ安心安全な南郷トマト、あなたもお一ついかがですか？